檻の中にはゴリラが一匹。しかし足にはスケート靴など履いていない。飼育係がホースで水をバシャバシャ巻き出した。すると信じられないことが起こった。なんと水を巻いて滑りやすくなった床の上でゴリラが見事に回り出したのだ。これぞまさしくウルトラシール。ローランドゴリラの筋肉。飼育係が巻いてくれる水が嬉しくて素足で見事にスケートなさる。これって誰に教わったわけではない。イースのマリアラぐるんぐるん回転するっていうか驚き桃の木三種の木。いやーなんとも見事な回転技。さらにこのゴリラ回転しすぎて目が回っちまうゴリラだった。